チャマン。皆さんこんばんは、ガッチョマンクラーズ響き条約の並川大輔です。こんばんは、ガッチョマンクラーズベルク活躍の宮野守です。今夜からスタートしたこの番組では、7月から放送がスタートするテレビアニメガッチョマンクラーズ、すいません今夜からスタートしたこの番組では、7月から放送がスタートするテレビアニメガッチョマンクラーズ、来ないの？すいません邪魔しちゃダメかなと思って、先輩の、はい、今夜からスタートしたこの番組では、7月から放送がスタートするテレビアニメガッチョマンクラーズを、この並川大輔と宮野守がいろいろと噛み砕いて分かりやすくお届けしていく番組です。よろしくお願いします。なんかいいですね、なんかコンビネーションがやっぱりこの二人はね、そう、面白い絡み方、何かを彷彿とさせるなんかこの組み合わせでございますね。なんとかマン、いや合ってますよ、なんとかマンのラジオをこれから始めるわけじゃないですか。何をお前ガッチャ、何を言ってるんだぜ。何かですか、語尾おかしかったですか。いや大丈夫、大丈夫ですよね、大丈夫ですよね。で、ツッコミづらいです。ギリギリすぎて、え、突っ込みづらいよ今。何があるんですか、語尾が善になるだけですよ。まあ言う男なんで僕、はい、男らしいとこあるの。あ、そうなの。ただそういうくだりでしたよ。じゃあ行くぜ。ねえ、はい、拾わないです、あのフォローしきれないんで。そこまで行っちゃうと、ね、はい、すいません、ちょっとガッチャマンなんで、よろしくお願いします。そこは一つ先輩、なんかね、こう懐かしい感じ。非常にね、こんな空気あった、気が抜けそうです。もう本当にね、つけ込むよこれ。30分後俺。さあ、ということで、この番組はどういう番組なんですか。まあいろいろねやっていきたいんですけども。さあ、もう全然頭に入ってないじゃないですか。違う違う、急にあたふたすんのやめてもらっていいですか。あのね、どういう番組かはちょっと一応やっぱ説明します。ガッチャマンクラウズの番組だ、テレビアニメね。どんなことをねこの番組では紹介していくんでしょうか。ただね、最初に言っておきますけども、いきなりただから、はい、今回は内容がオリジナルでまだ未放送なんですよ。なるほど、はい、だから特に喋れることがありません。そんなことないでしょう。いや、だってマモのねキャラ、うん、ベルクカッツェ、はい、公式プロフィール、なんと身長以外不明。まあね、僕に限ってはそうですね、ちょっとね謎な存在なんで、これで喋ろって言われてもね。いやいやいや、でもまあそれでもね、うん、あの放送前に皆さんにお届けできる情報をですね、うん、僕らもね、そう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 、よりねガッチャマンクラウズを分かってもらうためにお届けできたらななんて思っておりますけども、はい、そういうことなんでね、楽しくやっていきましょうね。はい、それでは並川大輔、宮野守のガッチャマンクラウズラジオバード、クソ、合わせましょうよ。うわさ、なんで一人で、あ、これラジオね、レイジオ、あと、あ、なんかそれはやっぱフィーリングで言ってくださいよ、かっこよく、うん、期待してます。バードボーム一緒に行くか、期待してます、はい、それでは並川大輔、宮野守のガッチマンクラウス、宮野守、宮野守じゃなくて宮野守ですね。ちょっと、もう本当に気が抜けるそれはちょっと、あの間違いないでもらった方が僕は嬉しいので。そうだよね、はい、そこは、はい、大事だもんね、レディオかラジオはどっちでもいいので、宮野守はちょっとやめてもらってやめてもらって、オッケーオッケー、はい、行くよ。それでは、並川大輔、宮野バード GO! あれになってしまうのがこのオリジナル作品なの で、 そ う、 です、ね、そういう意味で、うん、まあ今日のところは、うん、作品の話をちょっとねするのはね、うん、やめておいて、うん、並川さんのパーソナル部分を、うん、掘り下げていこうかなと思います。初回放送ですし、あの並川大輔で誰なんだろうっていう人がいっぱいいます。そうだよね、今ラジオの前に今、うん、そうだよね、なんださっきからそうだよね、なんかなんかこの人なんか慣れた感じで喋ってるけど、当たり前のように並川大輔ですって言ってるけど誰なんだよってずっと言ってるんで、あのリスナーさんが。そうか、ごめん、俺ちょっと天狗になってた。天狗、天狗ですよ。わあ、俺勘違いしてんだわ。ちょっと天狗、え、芸歴何年ですか。天狗になっちゃダメです。何年ですか。天狗になって29年。長ちょうど俺ぐらい。ちょうど俺の人生ぐらいの芸歴。ということでね。そうなんですよね。そうですよね、じゃあ自己紹介からそうですねしていくってことですか。そうしましょう、パーソナルの部分を、はい、ラジオパーソナリティですから僕らは。わかりましたね、はい、そうですね、はい、失礼いたしました今まで、はい、私並川大輔と言います。波の字は、あの、山水に良い、あ、何輪の方の、そうですね、ああ、
あの、ね、ハロー注意報のハローっていうと、もう、ハかローなのかちょっとわかんないんで、はい、あの、何はもうどっちが何なのかはなのかわかんないですけども、はい。最初から何言ってんすかな大丈夫ですかまだ波の説明です。あ、OK、OK、OK です。はい、で、三本川です。あ、三本川の方。はいはいはい。で、大きいに、はい、あの、スケは車編の。スケベの。はい。だから、車編の。車編のスケベっておかしい。あ、車編の方のスケ。スケです。はいはいはい。そちらございます。で、浪川大輔と。浪川大輔と言うんですね。で、天狗になって29年目でございます。趣味はですね、それ面白いですね。天狗になって20、ちょうど29年目でしょ。来年なんかね、30周年。ね、天狗で30周年です私。大天狗ですね。そうですね、はい、趣味そうですね、趣味は、まあ、特に。あ、本当ですか、なんか多趣味なようにお見受けしますけど、はい、そんなことないですか、特にないです、ね、体鍛えたりとか、なんか色もちょっとなんかこんがり焼けてらっしゃる、そう、それ特技ですね、特技です、だから蛍光灯とかでも日に焼けるタイプなんですよ。ああ、特技というか、まあ、得意体質ということで。そうですね。そうですね。趣味、そうですね。あ、サウナとかも好きです。あ、そうなんですか、はいはい、やっぱ体を動かしたりとか、その、はい、汗流したり。サウナです。サウナでそんなに汗、体を動かしたりしないです。サウナはじっとしてるやつです。まあそうですけど、なんか運動した後にサウナ行くとかじゃなくて、はい、じゃあ本当サウナだけ。あ、ときました。運動の後もありますけども。してんじゃん。バーン。あーもう本当にね。あ、ある、まだ毛ある、俺大丈夫、あるある、ついてる、おめえ運動してんじゃねえか。はい、そうですね、はいはい、サウナもありまして、特技が、あ、得意体質は日に焼きやすいということがありますけど、特技、そうメラニン王子、メラニンですね、はい、王子なんですね、はい、あの、はい、特技、そうですね、酔っ払うことですかね、特技は。あ、なるほど、はい、それはいろんなね、あの噂もいろいろ聞きますけど、酔っ払った時の噂は。あ、そうなんですか、ありがとうございます。なんか浪川さんはもう、はい、それ以上言うなよ。あぶんね、あぶんね、あぶね、あぶね、平気で言いますもんね、宮野真守って言って、本当に平気で言うんですよ。僕がいないところでも平気で言ってね、噂だけで来るんですよ。いろんな人から伝わって、本当に素晴らしいですね。好きなもの、好きなもの。うん。ラジオ。え？はーい。じゃあ苦手なものは何でしょう？ねえ。拾えや！そこ拾えや！好きなんですよね、ラジオが。はい。ああ、そうですか。え、じゃあ苦手。苦手なものは何？苦手。苦手なもの？宮野守る。わあ、なるほど。なるほど、うん。ちょうど一緒です、僕も。僕も相思相愛ですね、僕もね。そうですね、そうですね。ある意味相思相愛な感じ。前部分は、今ブームなことってありますか、なんか。ブームですか、なんか、爪切ることかな。え、それは、その、いや、わかんない。じゃあ、ちょっと、落ち着いてください、作家さん。坂本さん。びっくりしたとか言うの、ね、なんでびっくりしたって。いや、僕らにとっては、やっぱ日常のね、ことじゃないですか。爪を切るとかっていうのは、まあ、生理現象というか、普通にもう伸びてしまったら切るみたいなことですよ。ただ、浪川さんにとっては、マイブームなんです。そこを聞きましょうよ。それ笑っちゃダメです。どんなところがやっぱマイブームなんですか、その爪を切るってことは。なんかね。あの、確かに今までも切ったことがあったけど、おーおーおー、それはね。爪を切ったことがあったけど、うん、でも最近は、うん、切るとなんだろう、こうすごく、うん、体中のこう、うん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 、なんていうの、こうソリッドになれる感じがするの。あの爪切ってる瞬間だけ、瞬間だけ体のソリッドになれる。違う違う、だから体のソリッドになれる感覚がね、あ、感覚が、体の感覚がソリッドになるのよ。ソリッドになる、うん、ごめんなさい、ちょっと僕は学ないのかな、どういう状態を言うんですか、ソリッドっていうのは。あー、そっか、ごめんなさい、ちょっとあんまり、なんて言えばいいんだろう、こう敏感になれるっていうの。へー、切ってる時ってもうすごい、だから気配とかも感じない、いろいろ。俺何言ってんの。気づきました。気づきました。え、僕も言っていいですか、おめえ何言ってんの。さあさあ、ということでね、じゃあ次宮野先生の、うん、自己紹介しましょう。はい、うん、宮野守です、うん、ということでね、うん、じゃあメールも届いてるそうなので、うん、どんどんメールを読んでいきたいな。お前自己紹介どこ行ったの。俺の振り、俺の振りどこ行った今。尺行っちゃったんで、ちょっと今どこ探しちゃったもん、振り。ねえ、メール行ったわ、ね、メール行こうじゃねえよ。ちょっと話が長いかな。長いなと思ったら切れよ。まさかそんな、そんなに自己紹介した、俺そんなに爪切る話したくなかったし。
そんなに自己紹介されちゃうとこちらもね、あのもう喋ることなくなってしまうので、尺的にね。で、今回はなんと、うん、あの告知したばっかりとですか、うん、にもかかわらずメールがたくさん届いたということで、うん、あ、嬉しいですね。はい、3枚届きました。なんか少ないじゃん。もうちょっとあったけども少ないじゃん。厳選3枚。あ、厳選の3枚。そこちゃんと言って厳選3枚。3枚届きましただったら、まあいいや。ラジオネーム泉さんからいただきました。はい、浪川さん、宮野さん、新番組スタートおめでとうございます。ありがとうございます。2人の組み合わせは何かの番組を彷彿とさせますが、なんだこんなの。わかんないっすけど。わかんないぜ。わかんないぜ。絶対に面白くなる。スギちゃんなんか。中途半端すぎるわ、ボケが。なんなの、どうやって突っ込んでいいかわかんない、うんうん。絶対に面白くなることは間違いないので、楽しみにしています。ところで、うん、昔のガッチャマンは30年以上前ということで、うん、父親に聞いてみましたが、うろ覚えとのことでした、うん。もちろん私もほとんど知識がないのですが、お二人はどれくらい知っていますか？うん、好きだね。なんか浪川さんなんか記者会見の時に、そう、ガッチャマンの自転車に乗ってた。乗ってた、青い自転車に。うん。だから。誰だーって言いながら。誰だーって言いながら。いやいや、誰だーって言いながら。え、言いながら。顔顔、声よりも顔。残念、ラジオなのが。今、本当に思った。やっぱ歌うでしょ？まあ、誰だって言うよ。本当？うん、一回ぐらいね。ほら、やっぱ楽しかったでしょ、さ、やっぱ、マシン、自分のマシンに。なんか、ね、飛べる感じがするよね。やっぱ鳥のさ、イメージがあったから、速い、なんか自転車も速いイメージがあった。あ、それマシン、自分のマシン乗ってたんだ。そうそうそう。だから、テレビのアニメ見てて、こう、ちょっとリンクさせたりして、うん、そういう速い動きとかしてると、自分でも自転車でこうね、真似したりとか。そっか。あ、ちょうど小学生だったってこと？そう。あ、そうですね。小学生でちょっともうちょい分かったけど、再放送とかもね、やってたと思うし。あ、じゃあ、ガチで見てたっていうのは？だから33年ぐらい前だよね、確かね。あの、ガッチャマンって、うん、アニメやってたのは。まあまあね、もっと原作とか前だけど。だから、そうだね、ちょうど自転車乗って世界が広がる時だったよ。ガッチャマンで。で、小学校ぐらい。ぐらい、とかね、うん。うん、それぐらい。って俺、言ったんですけど。なんで一回否定されたんですか。なんで一回否定して中学生とか言ったんですか。小学生。え、合ってますか。合ってる。合ってる。正解。正解。うん、でもそうだったんで、マムなんかまだ生まれる前だったからさ、そうなんですね、ちょっとあれだろうけどね、このメールのね、ごままりさんと同じ感じだと思うけど。今のは泉さんなので、次のメールの人の。ラジオネームを言っても多分泉さんはうんってなっちゃうかもしれない。泉さんごめんなさい。誰だってなっちゃう。なっちゃいました。うまいってそう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 。だから、まあ、でもだからでも僕もほら特番とかでやっぱ小さい、ね、僕テレビっ子だったんで。あ、そうなの。はい、テレビっ子だった。昔のアニメとかっていうので特番組まれるじゃないですか。そのたんびに見てて、だからこそやっぱり歌が頭に入っててるし。あ、そうだよね、うん、火の鳥かっけーみたいなね。あったあったあった。それがありましたね。ありましたね。はい。ありがとうございます。はい。ということでですね、こう、おめでとうメッセージ紹介していただきましたけども、うん、はい、皆さんありがとうございます。これからもよろしくお願いします。